しかもベックスね硬いんだよね、なんかへえ、ジャングル目線でこれダイブされないかな、ダイブしてきそうだけど、まあでもタワークリックしちゃいそう、タワーダイブの、うまい、当てた、あー惜しい、ここでダブルしたかったけど、いいねオボメン TV、 これさあ、アルティメット返してウェーブクリア、今のめっちゃうまかった、ここですね、おぼさんが生きてる、なんか成長感めちゃくちゃ感じるかも、なんかロールカスタムやってた時にそのおぼさん結構タワーダイブされて殺されること多かったんだけど、ここしっかり対応できてるの、エズなのもあるかもっすね、あー確かにエズリアル今まで使ってなかったから出会ってしまったのもシビアしか使えない、一番一番しっくりきてる、このトップの対決めちゃめちゃ座学してたもんな、なんか大会あるわけでもないのにやめなさい2,3 時間 CS 取る練習あれやったしな、射撃みたいなやつで、すごいプロの大会1時間ぐらいみたいな、何もわかんねえやってやつなんで見とるでもがエズリアルだから牛から行く、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 うまい壁、おお、いける、消しました。さあ、速攻値を使ったスタッフジャパン、あと1進化した、牛になった、牛になった、ドン、うわうめえ、犬犬井殿うまい、犬井殿うまいけどだるまのソロキャリー、うわー強え、いい入ってスネ入って、おダルマイズゴッド、うめえ、バンです、やっぱバンです、スレンガーはなんだよ、バンです、クズハ、何が見えているんだ、上がりましたね、警戒できているのか、すごいダメージだな、ビクター、いやこれもボットが一人で、二人いるんですけど一、ね、人でプッシュされてるし、ね、レンガーのプレッシャーでいまいち動けてないですね、全体がビクった。これトップレーン今度はダルマイ。いや二回やめてよ。普通に俺殺されまくってちょっとショックだったもん。そうだ、サイドとか出まくってたよね、ソロあのサイドレーンが出てアサシンして帰ってくるみたいな。イブラヒム入っていってフリー。そしてエヴァンフロストスネアツルショットバラージでの。レンガーやば。やばすぎる。レンガーやば。あーもうダメだ、レンガが、あでもおる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 、手前からゆっくりゆっくりゆっくり、 CC、 これが CC の強み、これが CC の強みか、やはり CC は正義、笹さん待ってあげればよかったのな、おー CC 入ってる、ブラムのブラムのブラムのパッシブ、ブラムのパッシブ、スター入った、いやでもうまい CC、 CC、 うわーサッサティックがうめえ、うわーダメージいく、キャリー2人、いやおぼさんもいい回答、33ですね、ヤボさんもいい買うあれだったな、書いてあったな、マクロ今までなかったマクロとか言われて、ゾーンにあるか、ナイス、やばい、チョガスに死ぬほど金入ってる、チョガスがキャリーかこれ、今下手したら3000ゴールドぐらい持ってんじゃないか、いや入った、なあ900があるな、まずい、チョガスに入るの微妙、いやじゃない、でも溶かせなくね、エズじゃ多分無理だぞ、無理か、で多分レンガーに張り付かれたらだるい、多分あのレンガー、チョガスがレンガーに張り付いてきたらサイレンスで何もできなくなるから、あれまた集団戦始まった、あれいやでもこれ、あでもチョガスお金ないよ、これ相手のターンだぞ、チョガスリコールしないから、これいやでも4対3だ、これ言うて相手のターンだけど、硬い硬い硬い、 CC チェーン CC チェーン CC チェーン、ライ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 、おおガーディアンズよ、ああうえひもすよ、何がエリキャリーよ、お、おぼさん来た、終わんねえ集団戦これドラゴン取り始めたんだよな最初交流まで長い集団戦戦いやすくなるんですよね、何の良くないところ、ジンの良くないところ、あジンっていうキャラクター、あでもうまいうまいうまい、そのアンデンはうまいうまい、
ウルトうまい。あ、いくな。ゾーンじゃないよ。スキルがない。ゾーンじゃない。あー、ちょっと待ってれば今。いや、これね、陣しかダメージがいないの、もうこれ。で、人の陣が今、プラムできてないから。やばそう、これ。ダメージ足らん、マジで。ファンミがめちゃくちゃ壁してる。あ、でも、イヌイドも頑張ったぞ。あー、ダメージが足らん。当て、うまい。いいね、ゲイルウォーズ。殴って、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 殴って。きた、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 きた。あれ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 、うわー、タンクが優秀。何分耐えた、チョガスで。私ではいけないので、さあ、キモ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 、してるしてる、右上、右上なんかいたって、後ろ姿キモ、しめしめ、うわー、まあ、4万フィア、あ、ゾーニャうまい、あー、ササさんが持ってかれた、うまいうまいうまい、ボットなんかおるって。お、ダメよ、イブイブダメよ。キモい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 。やばいやばい、家燃えてる。テレポートないって。クズはすぎるクズはすぎる。これウルトで帰ってくるぞ、どうせ。あれあれあれ。あ、バイ。キモすぎ。ちゃんと帰ってくんだよね。そうね。いやー、でもさ、この大会インキングサツいないだろうと思って、いたわ。ちょっとエンゲージ思い通りにいかなかったか。あ、でも集団戦いる、珍しい。うわうわ。ボットレーンから。おお。あ、なんかアサシン同士で戦ってる。お、ササティック。あー、うわ、お坊さんが言う。うわ、ウルトいいぞそれ。うわ、めっちゃ刺さった。うわ、めっちゃ刺さった。あー、うめえ集団戦。ジンが火力がない。これ抑えてゾーニングしてる、スタがジンを殴らせないように。うまーうまースタンメジャパン、勝ったチョガス。ジンじゃ溶かせないよこれもう。あ、逃げるぞ。あ、うまい、お坊さん。全然知らない、全然知らない。あ、もうダメだ、サイオンも。破滅のロックアップ。清川リーダー、キル回収見せてはいるものの。あと G 時か。あー、タワー少ない。これ G 時サンが MVP かも。うわー、いいねー。 GG、 いや、見るの、見るの、おもろろ。余裕で35分か。 OK。 で、これボットワンチャン、ワードない、まだ。あ、ボットいる、ボットガンツルガンツル、これトップ側からティア、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 ボフ的に。ブラムから、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 大丈夫。強気でいいよ、強気でいいよ、ボット強気でいい、それナイスー。いいねー、いいねー、ファーム、ファーム、うんね、ナイス、めちゃくちゃいいねー。そこ入ってるかもしんない。ミッドミやね、ミッドミやね。マイファイト見ない。そこ全力で来てるから。やったや、ためやった、ためやった。ナイス。うまい。完璧や。ナイス。下から、下から3人ぐらい。Okay。 いや、もう触ろ、触ろ、触ろ、触ろ。あえて金で売るとないし。一応ちょっと。ゆっくりでいいよ。マルファイト行こうか、マルファイト。Okay。下がりながら、下がりながら、ゆっくりゆっくり、一回なそう、一回なそう。ゼラス気をつけて。ゼラスルート使ってよ。これ丸入っていかん、丸入っていかん。オッケー。横からゼラス丸入って、なんか、あー、ごめん、フラッシュ取っちゃった。うわー、これ取っちゃった。いける。うわー、ナイス、うまい、頑張れ。うわー、うわ、うまい。うわぁ、惜しい、惜しい。そこゼロセット、ゼロセット、ナイス。大丈夫、ウルト使った、ウルト使った、マルファイト、ウルト使ってくれた。マルファイトない、オッケー。マルファイトでかい、ゼロスもない。ファイトしよう、ファイトしよう。これブラム、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 ブラム。盾消えたらウルト打ちたい。ナイス、イグナイト入れた、イグナイト入れた、回復しない。
ナイス剣だ剣だ剣だ、ゆっくりゆっくり手前から、ナイスドラゴンでいいかな、うまい、ナイス。これミッド戦ってもいいよ、なんかマルファイト美味しい、いくね、ちょっとボドカさん Q 行ってみる、あ、待って待って、俺いないよ俺いないよ俺いないよ、スペシャル TP で飛んできてる、あ、これ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 、ヘッサーがいいな、いやごめん、ナイス、ゆっくりゆっくりゆっくり、河川人数減り人数減り、ナイス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 、どうもどうも、めっちゃ早い後ろで襲われてる、一回バロンは多分無理かな、上に来れたら上下、上上上上上上上、下がり気味でいいよ、ナイスナイス、うまい、強い、通るか、ダメージ硬すぎ、ちょっと硬い、押し早い、うわうまい、うまい、ナイスシャルルいいぞ、うわ生きてる生きる、ブラウムスレイン来てる、なんとジャスト押さえといて、オッケー、金堂押さえるね、金堂押さえるね、俺金堂押さえるね、あオッケーオッケー、ごめん、ラッシュでいい、ラッシュでいい、ラッシュでいい、90ね90ね、オッケー、ナイス下がるよ俺、Okay. ナイスー、いいねー、でかすぎる、ドラゴン大丈夫、絶対スマイルドラゴンなよ、3秒そろり、ナイス、張り付くね、これ、あの張り付いてる、押さえてる押さえてる、 CC ばらまいてる、これ、ボトカさんボトカさんボトカさん、ブラムから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 、この宿死んだ、ナイス、大丈夫大丈夫、ここはなんだ、行ったべ、これ思ってる、みんなの火力高くて、私死んだ、ごめんね、オッケー大丈夫、なんかいる、捕まえる捕まえる捕まえる、こっちこっち、オッケーオッケー、こっちどっちも捕まえた、ナイスナイスー、やったー、逆転やー、やったー、ナイスー、ナイスマジで、やったいやマジで俺最初トロールした、ありがてえ、いやいやいや、よくやったでしょ、もトロールした勝ちで、ああマジで耐えたでしょ、ミスやったー、ミスってもいいよとか言って自分が一番ミスってないです、集合って言ってる、集合、さあ河川 VC に、はい、行きます、行きます、おめえが悪いんだよマジで、なんでそんな気まず、気まずすぎ、気まずすぎ、気まず、もっと喋れよ、気まずすぎ、気まずすぎ、キンドレット、キンドレット見ねえだろ、気まずすぎる、気まずすぎるって、マークに行って、おい、何ができんだよ、何だよ、ね、諸葛落ちねえのキンドのせいだろ、キンドが諸葛落とすって話だったろこれ、マジでよ、ゴミが、空気悪い、空気悪い、なんだこれ、何しに来たんだよ、読んだ、読んだんでしょうが、めちゃくちゃ読んだんでしょう、マジで不良少年や、あーマジでーあーマジあーうぜーマジで一応順位を、はい、順位をね、はい、まあまあまあ、はい、一応はね、また俺のあの配信にあのまた画像を出すね、はい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 、はい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 、優勝チームを発表します、はい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 、クソもんねえじゃねえかこの企画、ゴミ企画やん、ゴミ企画すぎるやろ、二度と出んって、二度と出ん、二度と出ん、今発表された、うんすうんすうん、おーいおーい、優勝チーム発表します。はい、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 
ばすぎる。はい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 、はい、何でも何な一番一番やおいおい盛り上がりにかけるって最後ちゃんとマジでやっとこマジでおめでとうございます。ありがとうございます。あの激戦中の激戦本当に特にワンサイドということもなく、見事勝利おめでとうございます。ありがとうございます。はい、これからオブザーバー賞をまず選んでいただこうかなと。3人今日の総括込みでちょっとお3人からオブザーバー賞込みでコメントいただいてもよろしいでしょうか。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。いや本当になんて言うんでしょうね、もうここまでレベルの高い試合を見れると思ってなかったんで、いや本当ありがとうございます。ナイス、食べてんな。いや本当に最後までね分からなくて、どちらが勝つか分からない中で、いや本当に美女と野獣の皆さんおめでとうございます。ありがとうございます。まあそして、オブザーバー賞についてなんですが、オブザーバー賞はデイマンさんの方に発表してもらうので、その前にリクルさんの方にコメントいただいて。うまっ。ありがとうございます。ありがとうございます。カセンただ嫌なやつ。自分の大会やりたい方でやつです。めっちゃ楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。デイワンさん、じゃあ、はい、じゃあオブザーバー賞締めよう。はい、はい、すごいレベルが高い、本当になんかこうスクリームからは想像できないレベルの高い試合が多くて、誰を選ぼうかなと思ったんですけど、でもさすがに勝ったチームから選びたい。でも勝ったチームから選ぶってなると後期の釈迦さんになっちゃうんですよね、イメージ的に。あ、今のは発表の方が、いや発表フェイクだよね今のは。いやでもなっちゃうだからフェイクだよね。なっちゃうんですけど、ではない、釈迦さんではない、ですけどカード、いやでもこれ、これ全部丸投げされてるんで僕。優しさ出てない？でもこれ釈迦さんですね。やばい、よし。でまず何が良かったかっていうと、後期の試合でまず後期のそのドラゴンを取る動きの時に、まあ誰かの指示があったかは分かんないですけど、ドラゴンの周りできちんと相手のリソースをロストさせる動きと、バロン前の集団戦でパッケージでカットして、自分もやれ、マジうまかった。あれやばかった、マジやばかった、マジで。あれ指示あったんすか？あれっすよね、あれはピンときてないやん。無意識にやってるってこと。でもシャルさんでしょうね。あ、あのパッケージはシャルさんっす。パッケージはシャルさんっす。完全に。あ、じゃあシャルさん、あれか。シャルさんっすか。いやいや。じゃあシャルさんか。チョガスでなんか千百。じゃあシャカさんじゃないわ。ダメトップ握るとこはね、選手なんでね。コーチ、コーチ、選手、選手。自分も握ってたでしょ。トライアウト。オブザーバー賞。いやまあでも釈迦さんじゃない。釈迦さんってね。実際釈迦さん強かった。ありがとうございます。嬉しいです。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。いいね。じゃあ続いてザ河川賞。それは何なん、まあ、それは何なん、自由に選べるんですけど、ピンときてないけど、まあ、俺が一番活躍したぞみたいな人います？自分で。あざます、あざーす、あざーす、わび、わび河川賞。わび河川賞6番。あ、じゃあだるまさん欲しい。あ、欲しい。おめでとうございます、ザ・河川賞。おーい、おーい、おーい、いやいいなぁ、だるま、だるま、いいなぁ、いいなぁ、だるま、
だるまいいなクソいいなこれクソゴミまゴミべ？ゴミべ？ゴミべ？出版されてイランポスター送られてこれゴミべや。何がザカセンだよ。ジゼイラおじじよりゴミ。おじじを下回る。しかもめちゃめちゃでかいサイズ。いらん。した数の指こっち向けてる。ガチで。リーチニラリーカジックス。全部。Thank you.